Posting pictures on the gram so other people know that we're more than friends. Ever since you came around, I've never been sober. Always in my head. Met you at a time when I was so low. Went from just... 山見水のパワーフィネスっていうのもやっていきたいと思います。やっぱりね、こういう方は僕はもうバスがでかいんだったら絶対にカリフォルニアロールで攻めた方がいいと思うんですよ。猫リグやるんだったらね。だけど、まあ、確実に釣っていきたい時なんかはスピニングの猫ってやっぱりあると思うんですけど、そういったのにはいいかなと。残り 1.3 グラムの重りをしてます。はい、まあ、スーペリオフックの CN のこれは1番2番か1番か悩んだんだけど、まあとりあえずフッキングのいい1番の方からやろうかなと。でも実際にさっきカリフォルニアロールでナイスバイト一発来ましたもんね。はい、おっしゃ、あ、外れた。まあ、そんなのは多分カルフォルニアロールって釣れるでしょうとまあ思ってるんですよね。まあ、増水した手っていうのもあるし、うん、ギルがすごい距離で食いに来る。ギルが多いところでダメだな。ギルが多いところで。あー、外れちゃった。ちょっとブッシュが濃すぎたな。結構下で食いましたね。外れてますよね、これね。もう外れてるな。うん、なんかでかいの出そうっすね。出るでしょうね。なんか、だから上げれるかどうかはまた別ですね。今のもちっちゃくなかったですよね。うん、熱くてギューッとなんか場所がどんどん絞られていってるような、うん、でね、僕ほら引く引かないってすごく重要視するんですけど、魚の、はいはい、カバーの中の魚が引くってことはこっちの魚がメインです。こっちのコンディションがいい。オープンで釣ってるやつ引かない。そのオープン、どこのエリアでかけてどのぐらいの引きかってので今判断してる。それはね、かなり重要です。やっぱコンディション悪い魚は引かないんで、はい、そのステージがどういうところにあるのか見てみないと。要は日向をボロボロ泳いでる魚は今群れでいてもあんま引かないんですよね。はい、あんまり彼らは主力じゃないんですよ、この湖の。今の主力はカバーにつき始めてるやつです。だってこいつはすごい引くもん。動けるやつはだから一瞬早くカバーに今日は逃げてますよね。それすごいヒントですね。これね、実はトーナメントの時も最も重要としてる話です。いや、全然聞くまでそんなの意識して釣りしてたんです。すっごく大事ですよ、魚の引きっていうのは。はい、あ、この魚引くなって、なんでこの色でこの魚引くんだろうって、それが主力だからです。はいはいはい、はい、そのコンディションいい状態を追っかけないといい魚は釣れないですね。あ、そっかそっか。それの積み重ねでサイズ上げたりとか、ウェイトを上げてくるんですね。そうです。この間の北浦線なんかでも2日目僕が釣ってきた魚はカバーの奥の奥でかけてる魚ってもうおかっぱりにいじめられてるような痩せてる魚なんですよ。はい、あれを釣ってるようでは絶対に逆転できないと思って最終日は切り替えたんです。奥は打たないって決めたんです。奥にはあの魚しか刺してきてない。要は増水はプラスアルファになってない。前のポジションに絶対いるはずだと。で、前のポジションの増水のポジションに行くか、変わらないところを狙わないと多分上位にはいけないなと思ったんですよ。だから足奥にバスが入れないけど、足手前にいたやつが足際につくようなところを3日目は狙って4発かけたんですよ。3発かけたんですよ。これすごくヒントにしてください。はい、であとはね、こういうオープンシェイド、はい、これちょっとね連なってるけど、何言われてもね、ポツンとあるこういうシェイドには、はい、入ってきてるやつは取りやすくて、しかもいい魚入ってくると思うんですよ。これはちょっと道箱にはこういうロケーション少ないですね。はい、昔旭川ダムでこの時期に大会やった時に3位だったんですけど、こういうオープンシェイドばっかりを狙ってきましたね。同じネコリグで、オープンのエリアにあるポツンとしたシェイド、しかもオーバーハングルみたいな、そういったところに次々魚が入ってきてね、面白いに釣れたことがあったんですけど、あの時とすごく今似てる。人間の我々でもここのちょっとした火加減入っただけでかなり体楽ですもん。楽ですね。魚も全然違いますよね。まあ、これにプラス今日は枝とか小から来てる何かが一緒に去ってるとより魚がいるなと。はい、で、枝も最初僕入れるだけで終わってたんですけど、割かし時間かけたら食うじゃないかと。しかもそれがまあまあサイズいいじゃないかっていうのが今分かり始めた感じです。で、この時点で開始して3時間くらいですよね。はい、
まあ、あとはもう魚釣ってくるのは問題ないんで、まあロケーション見ながら、うん、ほらこういうとこが釣れるって分かっててもこういうとこがあるか分かんないじゃないですか、行ってみないと。まあそれですよね、この先はポイントを見極めていかないとダメかなと。こうカバーネコにしてるんで、こういうタツキ周りのネコリグっていうのもやっぱりやりやすいんで、このタックルでこのままぶち込みます。超クリアのリザーバーとか行くとね、こういうレイダウンでしか魚キャッチできない時ってあるじゃないですか、はい、そういった時にまあ食わせ、究極の食わせを用いたいんだけど、はい、レイダウンしか食わないんだよねっていう時にはもうパワーフィネスのネコリグって結構出番があるんじゃないかなと思いますね、はい、あ、バレた、ごめんなさい、でかかったですね今。結構顔入りました、入りました、40ぐらいありました。こいつでしたね。 いいサイズじゃないですか。いいサイズでしたね。見えましたもん一瞬。合わせようかどうかなって、竹があるから合わせたらダメだなと思ってゆっくり上げようと思ったら先に引っかかって取れちゃった。乗り越えさせて安全なところで食わせる。まあそうだったんですけどね、ちょっと難しかったですね。これカバー打ってたら伸びるな数は。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、来ましたね、この奥に。何歳でしょ、これ何持ってきたのかと思います。えっ、よっしゃー、うわー、40ぐらい。いやー、いいバスですね。いいですね。じゃあちょっと逃がしてから出しますね、はい、よいしょ、バッチリフッキング、スープのフッキングでもしっかり入りました。ありがとう。まだまだ大きいの欲しいけど、とりあえず追加点としては、まあいいサイズですね、追加点としては。さあ、田野さん、はい、まあ、今ね、このヤマミミズのパワーフィネス的な、カバーネコで、まあ、やりました、ここまあカバーはカリフォルニアロールで打っていってもいいんですけども、やっぱこうやって日中になってくるとみんなも攻めた後じゃないですか。こういったところでやっぱりかなりフィネスに攻めたいなっていうのもあって、まあ近づいてしっかりと時間かけてシェイクして食わせようと思ってこれを使いました。まあ、いたら口を使わすことができる、そういうワームです。朝一、まあ結構いい時間帯にカリフォルニアロールで食い切らなくて、はいはい、でこれに変えて着実になんかそうですね、こっちに入るようになってっていうのが、まあ、あれから2時間経ってるじゃないですか、はい、まあ、その間に多分ここって他の人も攻めてるんですよ、はい、まあ、そういったのもあったんで、まあ、2回目のアプローチの時はやっぱりフィネスで攻める、1回目は大体の攻めたところも2回目はフィネスに攻める、そういった時の、まあ、フォローの釣りとしてはぜひ投入してもらいたいワームですね。味変してからポコ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 魚が反応するようになったんで、はい、びっくりしちゃってる。そうですね、まあ、まあ今日の湖のコンディションとして何かやっぱカバーサイドに魚がいるなってことに気づいてからは、まあいるのは食わせるのはこのルアー最強なので、まあ簡単ですね。